ザンザはあれで滅んだわけではない。このままではまた悲劇は繰り返される。メイナス様、それでは。おそらくエギルもこのことに気づいているでしょう。しかし、なぜモナドを解放したのか。それはザンザにとってもモロ刃の剣になりうるはず。そしてなぜあのホムスの少年を選んだのか。なぜあの少年のことを考えると胸が痛む。メイナス様。バネア、早々の修繕感謝します。いえ、もう一度あの少年に、モナドを持つ者に会ってみようと思います。モナドを持つ者に？ですがそれは。エギルは私の復活のことはまだ気づいてはおりません。それがメイナス様の望みでもありましたので。では私に任せてください。私はあの少年に会います。いえ、そうせずともモナドが引き合わせてくれるでしょう。あいつ好き勝手してくれるじゃねえか。それにようやく思い出したぜ。どこかで見たような娘だと思っていたが、ダンバンの妹じゃねえか。